平成29年11月5日 X リーグディビジョン3ウエスト愛知ゴールデンウィングス対オーパーツ福岡サンズの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトのユニフォームがオーパーツ福岡サンズ、今シーズンより九州より参加しました X リーグ新鋭のチームです。ただいま全勝です。対しまして奥側カラーネイビーのユニフォームが愛知ゴールデンウィングス、ただいま1敗で追随しております。福岡キックオフ、愛知リターンで試合が始まります。成功ファーストダウン。タッチダウン。クォーターバック7番ワイドレシーバー1番への縦パスを通しキャッチアンダーによりエンドゾーン。タッチダウン。愛知6点獲得。4番プレイアクションからワイドレシーバー13番へのパス、このパスを13番がキャッチ、エンドゾーンでしたのでタッチダウン。6点獲得。効果のナイスディフェンス。インターセプト。パス成功。クォーターバック4番ワイドレシーバー23番へのパス。試合時間残り1分30秒を切りました。パス成功。クォーターバック4番ワイドレシーバー1枚のパスを通しファーストダウン。パス成功。タッチダウン。クォーターバック4番ワイドレシーバー16枚のパスを通しエンドゾーン。タッチダウン。福岡6点獲得。成功。ファーストダウン。77番福岡16番がリターン。愛知陣20ヤード付近でアウトバウンド外で出ましたが絶好のポジションでのファーストダウンとなります。インターセプト。ユーダ怒られるけど。ごめんな。タッチャー。ツーポイント成功。クォーターバック7番自らボールを持ち込みエンドゾーン2点獲得しました。この結果愛知ゴールデンウィングス14点、
福岡サンズ14点同点です。インターセプト。クォーターバック7番ワイドレシーバー7番へのロングパス。このパスを取った22番がそのキャッチアンドランでエンドゾーンタッチダウン。愛知ゴールデンウィングス6点獲得。キュービーサック、クォーターバック4番パスを投じようとしましたが、これは愛知がブリッツしキュービーサックロスしました。プレーナンバー4-22、福岡セカンダウン21、ボールオンは自陣18ヤード。これこの勝負1本。おお、取れた。あ、イエロー出た。パス成功。しかしイエローフラッグ。オフェンスのパスインターフェアの反則です。レシーバー側の方が相手のディフェンダーのパスの補給を妨害したということになりました。福岡セカンダウン31、ボールオンは自陣8ヤード。パス不成功。福岡サーダウン31、ボールオンは自陣8ヤード。オフェンス福岡に反則がありました。12人ハドル、12人で作戦を組んでしまいました。福岡サーダウン35、ボールオン自陣4ヤード。試合時間残り3分25秒。パス不成功。福岡はフォースダウンプレーをします。ファーストダウン獲得まで35ヤード、ボールは自陣4ヤード。これは無茶な掘り方やな。パス不成功。攻守交代です。ターンオーバー。愛知ファーストダウン2ゴール残り4ヤード。ランニングバック15番ハンドオフ時の中央突破を試みましたが、これは1ヤードのロス。セカンダウン愛知、セカンダウン2ゴール残り5ヤード。インターセプト。ターンオーバーです。クォーターバック7番プレーアクションのパスを投じましたが、このパスは福岡がインターセプトしました。エンドゾーン内でしたのでタッチバックとなりまして、自陣20ヤードから福岡の攻撃になります。福岡ファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。試合時間残り2分17秒。得点差6点、ワンタッチチャンス差。パス成功。ファーストダウン。パス不成功。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック4番パスからスクランブル、大きくゲインしてファーストダウン。パス成功。クォーターバック4番16番のパス、プレーナンバー3の16 36 4の36。
パス成功。ファーストダウン。タッチダウンいけるよ。いけるいける。タッチダウン。クォーターバック4番ワイドレシーバー16番へエンドゾーンへのパス、そのパスを16番キャッチ、エンドゾーンでしたのでタッチダウン、福岡サンズ6点獲得。キック成功、1点獲得。福岡サンズ21点、愛知ゴールデンウィングス20点。試合時間残り40秒。プレイアクションからロングパスを投じましたが、このパスは福岡25番がインターセプト、攻守交代でターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了、ゲームオーバー。愛知ゴールデンウィングス20点、福岡サンズ21点、福岡サンズの勝利です。こんにちは。お忙しい中、試合に足を運んでいただいて誠にありがとうございました。アメリカフットボール協会主催見ていただいた通り、チームの本当に目指しているところからはまだまだ前線の敵で、今シーズン2部昇格これを絶対にしているチームなので、来週再来週と、2連戦厳しい戦いにはなりますが、今回ですね、せっかくこの接戦を制したらですね、もう一回全員1月になって午後4時35分来週ここに両チームの皆さん広島で16時35分必ず2部昇格しますので、今後も応援のほどよろしくお願いいたします。よろしく、はい、ありがとうございました。